沢湖、夏散歩、小江戸さわら。小江戸さわらに来ました。散策してみましょう。朝早すぎてお店がやってません。風鈴の音色綺麗ですね。冷やし甘酒美味しそう。
竹で作った箸で、あの 竹の黒いのはね、すすでね、いぶされてさ、手を使っているということで、箸一台が硬く仕上がっているから丈夫ですね。だから箸という字は、竹へん冠に物って書いたのが箸という字、字のごとく、竹で作ったのが箸です。今の塗り物で塗って綺麗に絵を描いて何千円なんていうのは、あれは箸じゃない、箸の真似事ですから、皆さんその点よく。だから、塗り箸は、お刺身なんか、つまむ時は逃げちゃう。逃げちゃうでしょ。あれが箸じゃない。で、こうやって刺して食べる。一番下品な食い方だ。だからその点、竹で作った箸で使ってやってれば、逃げることはない。ちゃんとキャッチしてね、食べられますから。
小江戸さわらでした。バイバーイ。朝早すぎてお店をやってません。ご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。また見てね。サンキュー。グッバイ。